二次三ジャーマー、だいたい二次三時のラジオ。二時から三時の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか。おはぴー。二次三時所属中学中今日は中学生のね、北小路翡翠です。はい、この番組は2時3時に所属する VTuber が毎週日曜のだいたい午後2時から3時にシーズンごとにお届けしていきます。4月から6月までのパーソナリティは私、北小路翡翠が務めさせていただきます。はい、先週はね、スペシャルゲストに松江理子さんがいらっしゃってくれました。もうね、もう今もすぐそこにいらっしゃってるんですけれども、もう緊張しすぎてやばかったよ。もうダメだよ私、だって好きすぎるんだもん。恋してるもの、だって私幻覚見たことあるよ。あ、私直と結婚してるわっていう。やばって言われた。いや、あの直のそのカードにエプロン着てこう扉開けてるカードがあるんですよ。あれの時に、あ、もう、あ、一緒住んでるわ私ってなりましたもん。待ち受けにしてた。そう、最近はついにあの引っ越し先も見つかり、引っ越しの契約も済ませ、引っ越せる状態ではあるんですが、まだ引っ越せてない北小路です。ちょっとね、床を張り替えようと思ってて、そう、なんか色が気に食わなくて、そう、なんか最近こう床をこう、ね、はめるだけで、そう、上からこうかぶせていくタイプの、なんていうの、 DIY っていうんですか、があって、それをちょっとはめてから引っ越そうと思いながら数日が経っております。はい、これは多分1ヶ月くらい引っ越さないパターンのやつですね。早めに引っ越して配信環境を整えてたくさん配信したいと思います。もう配信はサボりません。なので、リスナーの方々お楽しみにしててください。本当に申し訳ございませんでした。はい、それでは早速今日は始めていきましょう。本日もだいたい3時までお付き合いください。二次三ジャーマー、だいたい二次三時のラジオ。改めまして、北小路翡翠です。それでは早速ゲストさんに登場していただきましょう。今週もこの方が来てくださいました。おはぴー、声優の松江理子です。お願いします。よろしくお願いします。嬉しい、お願いします。もうずっといてほしい。いつまででもいますよ。聞きたいこと聞きたいこと聞きたいこと、何でも。そう、声優さんといえばやっぱり喉をたくさん使うじゃないですか。ケアのことについてめちゃくちゃ聞きたいです。いや、本当に声優といえば喉ですよねって言われて、はい、絶対聞かれることなんですけど、そんなにはない。そんなにない。なんか喉ってやっぱ人によって強さが全然違って、もうずっとマスクしてないとダメっていう人もいるし、逆にマスクしないでこう厳しくすることで強くなるっていう人もいるんですけど、なんか私の経験上、多分自分はどういう喉のタイプかって知ることが一番喉のケアにいいんじゃないだろうかという、そういう結論にこの年でなりました。加湿器とかって使ってらっしゃいますか？あ、使ってます。もうなんか乾燥はやっぱ私ダメなので、はいはいはい、もうホテルに行った時もこの小さい加湿器は常につけて、でホテルからホテルで貸し出してくれる加湿器もつけてみたいな、でもう最終的にお風呂にお湯ためてその蒸気でみたいな。なるほど。もう湿気やばぐらい、ちょっともうしみしみぐらいにちょっともう湿度は保つみたいな気持ちありますね。なるほど、うんうん、そう、配信するときにマイクがすごい近くにあるんですよ。しかもコンデンサーマイク使ってるから、ちょっと確かに炊けなくて、それはダメですよね。そうなんですよ、配信するとき割と喉カサカサになるんですよね。確かに、もう、そう、まあ、私のあれですけど、うん、そういうときはなんか飲み物を、うん、お茶とかだと結構喉の油分が全部流れてっちゃう感じがするんで、ちょっとジュースだったりとか、そういうなんか油分がこう保てるものを飲みながらやると か、 なんか豚骨スープとかリンゴジュースとかよく聞きますね。そうそうそう。え、聞きません？本当にあの油が
いい感じな気がするんですよね。なんか誰か忘れちゃったんですけど、歌手の方が歌う前に絶対豚骨スープ飲む記事を読んだことがありますよ私は。確かに、なんか私も結構ライブの時とかはずっとスープ飲んでる人なんですけど、中華スープとか飲むとこういい感じにこう喉が潤う感じありますね。いいですね、うんうん、はい、じゃあそれではここからリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきます。ラジオネームモンペモン、ひすぴさん、ゲストの松井さん、こんにちは。こんにちは。僕はバイトや学校に対してのモチベはあっても、うん、友達と遊ぶことがめんどくさいと思ってしまいます。決して同級生をバカにしているわけでも、うんうんうん、嫌われているわけでもないんです。ただ遊びの計画を立てること、誘われた場合でも数日前から面倒だなという憂鬱になります。お二人はそういったことはありませんか？またね、この対処法も一緒に考えてくれると嬉しいです。なるほどね。私はそういうタイプじゃないですけどよく聞きますよね、はいはいはい、なんかこう長いスパンでこう計画立ててその日が来るのを待ってるとすごくその日はやる気なくなっちゃうっていうだからやっぱ一番今日来れるって言ってくれる友達を作るのが一番いいんじゃないかなっていう。確かに今日今からどうみたいな、うんうん、家来るみたいな結構軽い感じの友達がいてくれるといい、ね、おそらくね円滑に行くかなっていう。そのタイプの友達めちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。私もホイホイ行っちゃうちょっと無理してでも行っちゃう。私もなんか結構前から約束していると当日になってうわ今日かってなっちゃう。ちょっと腰重いなみたいな。今から化粧してちょっと確かになんか準備しなきゃっていう感じがちょっと勢いでいけないのがね大変だったりしますよね。朝までゲームやった後とかだと余計に確かに。もうあとはじゃあ行けたら行くを許してくれる人そうですね。もう本当にもうお互い様でねそれはね。行けたら行くっていうそれしかないな。友達を作りましょう、うん、はい、続いてのお便りです。ラジオネームゴリコさん、ヒスピ、カッターあ、そうなんですよ、カッターっていうちょっとあだ名がちょっと説明すると長くなってあれなんですけど、はい、こんにちは。こんにちは。カッターといえば地元の愛知県ガマゴーリが大好きです。で、大好き地元大好き三河弁、あ、三河弁です。の語尾でジャンダラリンを曲名にしたり、はい、ガマゴーリ市民会館でのラジオのイベントを行ったり、うんうん、ガマゴーリ駅のキオスクでグッズが売られたりしていますそうなんですか？いや、そうなんですよ。ちょっとキオスクに関してはどうしてそんなに良くしてくれるのか分かんないんですけどなんでキオスクなんかこう後押ししてくださってるんですよね。なるほど。そんなわけでリスナーがだんだん愛知とガマゴーリに詳しくなっていくのですが、シスピのファンも何かに詳しくなっている気配はありますか？あ、なるほど、私への質問だった、うん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 、私のファンは C 社に詳しくなっていってるかな。お、水タバコ。へえ。私が大人の姿の時にめちゃくちゃ水タバコが好きで、その自分で作ったりも。え、作れるものなんですね。作ります。へ、フレーバー自分で組み合わせを考えて、うんうんうん、こういう空気の通りにしてこういう調節にしてってやって、自分だけのフレーバーを作るのがすごいです。へー、大人な趣味すごい。で、配信で、ね、C 社ってどんなものってよく聞かれるので、うんうんうん、こう一からこう機材の説明をして、仕組みはこうなっててニコチンは 0.03% の摂取でみたいな感じのことをすごい勉強になりますねそれはガマゴーリはどんなところですか？ガマゴーリは、うん、あの、のどかなのどかな、まあ愛知といったらやっぱ名古屋が有名なんで、はいはいはい、名古屋はまあ都会なんですけど、うん、そこから結構どっちかっていうと静岡の浜松に近い場所なんですけど、まあ海と山があって、温室みかんを作りみたいな、のどかな、本当にいいっすね。そうなんです町ですね続いてのお便りです。ラジオネーム五郎丸さん、北浩二さん、月の松井さん、こんにちは。こんにちは。そして北浩二さん、新衣装めちゃくちゃ可愛かったです。お、ありがとうございます。今回の放送は新衣装で登場してくれることを期待してます。ごめんそして今回はゲストに松井さんが来てくれるそうですが、もし自分に、固定衣装があるとしたらどんな衣装にどんなデザインにしますか？また北浩二さんから松井さんへこんな衣装がいいんじゃないかというリクエストはありますか？だそうです。固定衣装
固定衣装という概念、松井さんといえばこれみたいな。なるほど、確かに楽ですよね。やっぱりこう、あの作品とかで結構このキャラクターと同じ衣装を着させていただいたりもするんですけど、やっぱ楽ですよね衣装考えなくていいから何が似合うかな、何でも似合いそう。でもなんですかね、絶対着ないタイプの服とかありますか？絶対着ない、あでももう最近はこうリズ、いわゆるリズリサっぽいのは着なくなりました。昔着てたんですけど、20代前半とかは着てたんですけど、もうさすがに最近結構やっぱこういうジャケットとかちょっとボーイッシュが好き、ナチュラルが好きだなってなってきて、そういうのが多いですね。でも見たい、私は一回そのハロウィンの企画でゴスロリとかやらせていただいたりとか、そういうのはありましたね。かわいい、いつでも女の子はいつまでたってもフリフリを着ていてほしいかわいいですもんね、フリフリは見てる分にはかわいいんだよなって思ういや、わかる自分はなっつってめちゃくちゃわかるはい、それでは、たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。引き続き私宛てのメッセージ、ゲストさんへのメッセージなどお待ちしております。宛先は2次3次@jokr.net です。